誰だ。ジョナサン・ジョースター君、そしてそのレディーはミス・エリナ・ペンドルトン。な、何者？よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。しばらく呼吸はできんが、心配はいらん。私はツェペリ男爵だ。勇気だけでは石仮面には勝てんよ。ジョジョ、私がしたのではない、君の呼吸が痛みを消したのだよ。ハブショ、ねえ。そしてそれを見て私を知ったら、君の運命はまた変わる。波紋エネルギーこそ先導パワー。私の波紋エネルギーはカエルの肉体を波紋となって伝う。ジョジョ、私は知っている、あの石仮面は壊れていない。石仮面の男ディオが持っている。石仮面を破壊するために、石仮面をかぶった者を倒すために。ほっ、手織、枯れかけた花が再生されたんだ。このジョジョという青年は、このツェペリ、ウィル・A・ツェペリは若かった。私は未知の探求に限りない興味を持つ若者だった。そう、こともあろうか、あの石仮面は私が偶然発掘したものなのだよ。私は海に飛び込んだが、そいつは私は恐れた。いつかどこかで石仮面の力が再び発現するだろうと、そのための対抗手段を考えておかねばなるまいと。そして波紋法にたどり着いたのだ。そして波紋法の作るエネルギーの波、嫌だと言っても無理やり教えるわ。世界の帝王になるためにディオはまずジョジョ、君を狙うはずだ。いいかジョジョ、呼吸には血液が関わっている。つように呼吸法によって肉、名付けてズームパンチ、関節を外し馬から離れていなさい。二人とも下がっていなさい、私が戦う。与えられ、しかしディオの思いのままに操られる、いわば肉人形。来るぞ、波紋カッター。パパパパ、勇気とは怖さを知ること、恐怖を我が物とすることじゃ。呼吸は規則正しく乱れない。波紋法の呼吸は勇気の産物、人間参加は勇気の参加。人間の素晴らしさは勇気の素晴らしさ。いくら強くてもこいつらゾンビは勇気を知らん。のみと同類よ。波紋エネルギーが怪物の組織をズタズタに破壊したのだ。しかし行くのはジョジョ一人。ジョジョ、そのワインを一滴たりともこぼしてみろ。その時はたとえ奴を倒したとしても、わしはお前をもう見捨てる。あの子に町の案内をしてもらうとするかね。ジョジョ、膝まで濡れるとは、波紋エネルギーの蓄積がまだ甘いな。奴がディオか。なるほど、奴やゾンビーは太陽の下では行動できない。ディオ・ブランド、個人的には貴様のことは知らん。だが貴様を目覚めさせた石仮面に対して会えていよう。とうとう会えたな。ヘイベイビー、そんな不安定なところで戦う気か。降りてこい。貴様、一体何人の命をその傷のために吸い取った。おー、根を上げさせてやる。パオ、従って血管ごと凍らせればエネルギーは送り出せない。はっ、ジョジョ、水分気化による冷凍に。奴のエネルギーの方がわしだ。ジョジョだけは負傷。パワー、
まずい。波紋は手や足など末端部分からしか出せない。あんたは一体どこでこんなことを覚えたんだ。その力こそ波紋だったのだ。上流へ上流へと上り、その医者の死に会いに行った。命を賭して学ぶ理由がある。我が師トンペティの予言、これはジョジョにも誰にも言えない秘密よ。なんてやつだ。まさに戦うことが生きがいか。ジョジョは一人でも戦うだろうが、ブラフォードを倒し体力の消耗が激しい。止めるんだ。あんな年派もいかない普通の人間が部屋に入ったら、ジュッチュハックタルカスに殺されてしまうぞ。思いっきりやっつけてやれ。どうことになるぞ。ついに来たか、あの予言の時が。これが運命なら、あるがまま受け入れよう。あんた、今、なんて。マルスカ、マルスカ。もう一度言うぞ、ゼベリ。このまま修行を続けるなら、もう抜け出られん。そなたの死の運命から。やめるなら今じゃ。やめれば新しい道も開けよう。詳しく読んでください。私の生命の波長を、私の死への運命を。いつなのですか、どこなのですか。私は自分の死期を知ったところで全てを受け入れます。全てに満足します。アナゴが行くぞ。ジョジョ、鎖でつながれた若き獅子を未来へ解き放つため。おりゃー、プラネタルカ。息ができん。これでは波紋が。ジョージオ。我が究極の奥義、ジョジョに捧げる。ジョジョ、ついでくれ。わしの意志を。究極リーパスオーバードライバー。ふぅなー。ジョジョ、私の生命エネルギーすべてを捧げたぞ。ジョジョ、貴様、大バカ者が。わしは最後に自分のすべてを伝えた。生きるとはその次に良いと。さよなら、ゼペリさん。